はい、どうもこんばんは。5月1日金曜日夜9時を回りました。リビードタイムです。パーソナリティのアイゼンです。アシスタントのジェニコです。アシスタントのアネです。ぬるっとぬるぬるっととは本日のぬるっとさんはなんかなまっとさんですねそりゃな、はい、そりゃな、うん、だよそりゃ、うん、あのもうなんかいろんなところの言葉が混ざっておりますけどね。だよ、はい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 、というわけでですね、はい、はい、5月です。5月なりましたね。はい、なんか世間は暖くなってまいりました、はい、みたいです。はい、花粉症が、はい、あー花粉ね、大変だね。今時期って何花粉？これ杉じゃないですかね。まだ杉なの多分。杉ちょっと勝てなくてですね、一生鼻ずるずるしてます。私はデビューしたと認めたくはないので。あ、いますよね、そういう人それ花粉症ですよ、教えてあげますけどそれ花粉症ですからえ、何ですか、そんな感じ。今まで平気だったの、今年からあれみたいな。ちょっとね、3年ぐらい前にデビューし損ねて、うん、し損ねてで、そのまま来たんだけども、なんか鼻、何これみたいな、今年ね、きっと気のせいだと思っていたんですけどもね。それあの、お薬をその鼻吸ってるやつ、お薬飲むとめっちゃ楽になりますよ。そこなのよねそれ楽になったら花粉症ですからね。そこなのよねあ、ダメだダメだ、はい、まあそんなわけでですね、なんか久しぶりにこのメンツというか、このはい、はい、うん、感じですよ。はい、はい、ね、はい、なんでですね、今日はまあこのメンツ的な、このメンツな感じの、脈絡のない感じに、はい、でもコーナーはあるし、宣伝もあるし、はい、まあ、いろいろあるんですよね。ありますあります、うん、あることはあるはずね。はい、じゃあ、とりあえず、まあ、あれ提供言っておきましょうか。提供、あれ、はい、誰も用意してないだ抜けてるぞ。この番組は4号線沿いエヌズ旧台場町の水ステーション近く、ミジュランガイにもなっているメンファースコモレビB B B Yeah。 桜ファーカルタリーソイスープカレー桜ララ地下鉄高等大公園駅から徒歩2分、ただいま休校中でござる。本庁教室を中心に連続受付中、仙台の音楽教室ならラクロミュージックスクールの提供でお送りします。本当だったらなんか途中でかぶせてくる姉さんがですね、今フリーズしてしまいまして入れなかったっていう事故がありましたね。そうですね、はい、うん、はい、ね、笑いすぎて笑ってかぶせれなかったまあね、こんな感じで、ね、詰まるところ詰まっとるから仕方がないですね、はい、はい、というわけで、では一旦 CM を挟んでね、はい、はい、いろいろやっていきたいと思います。では CM です。シュメメさん、店長、店長。はーい。これ、9.5 からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おー、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませー。はい、というわけでね、はい、今週も、ぬるっとお送り しようかなというわけで、リビドタイムでございますけど、はい、はい、あれのコーナーはですね、なんか地味に人気ですよ。人気沸騰中。沸騰中。
いやー、だってなんか姉さんもなんか、なんか結構な、あれなんでしょ？人気占い師になってんでしょ、今。まあね。私は常に全力だからね。本当ですよ、でも。うん。うん。いや、本当にね、ぜひ皆さん、LINE で、ジェニコで探せばいいでしょ？そう、そうすると、私の、ケバイケバイ公式アカウントが出てきますので。目パッチになりますね。あれはね、ライブの後に撮った写真なんですね。ああ、いい写真ですね。はい。はい、じゃあ、そんなジェニコ先生のね、今週もね、はい、あれですよね。さあ、じゃあ、よし、じゃあよろしく頼むよ。うん、ジェニコ先生の週刊運勢コーナー。はい、はい、これになんかディレイがかかってリバーブがかかったら一体どんな風になるんだろう。どんな風になるんだろう。うん、大丈夫で、最近は毎週あるからね、忘れないよ。じゃなくて、これにさらにディレイをかけたらどうなるの。さらに、そしたら、いいじゃないですか。それくらいやってほしいですよね。まあ、ちょっと、まあ、変なこと言わないで、本当に。いやいやいや、リバーブプラスディレイだった。バカか。バカか。ちょっとやってくれてることを期待して。はい。はい。それでは。はい。今週も、はい。4つの動物さんで、運勢出してきましたので、ピンときた動物さんを選んでください。また言いますよ。カメさん、ゾウさん、ウサギさん、パンダさん。ウサギ！パンダ！即答ですね。慣れてきました。姉様のパンダさんはね、なんとなく想像ついてたんだけど。あ、本当ですか？ウサギとパンダさん。パンダです。はい。じゃあ、ご指名のなかった、カメさんからいきます。カメさんを選んだあなた、やや優等生気味な気分になってしまうかもしれませんね。変化が近づいてきたら、多少崩れても受け入れるようにしてね。で、ラッキーアイテムは、船。船？はい。乗れとは言いません。おね、ほら、画像でも、模型でも、そういう趣味のある人は、作ってみたらいいんじゃないかと思うわけですよ。何百分の1スケールとかっていうやつ。おなるほどね。うん、で、イカダも船ですしね。そうか、それでもいい。そうなんです。船。そして、今週はラッキーナンバーが出ております。へぇ、亀さんのラッキーナンバー、6。6。6時66分。いや、ねえな、それ。それ、ねえな、それ。ちょっと残念だな。はい。そして続いて、ゾウさんを選んだあなた。あなたの優しさにつけ込んで、利用する、しようとする人がいるかもしれません。悪いやつだ。なのよ。なので、二つ返事はしないのがベストです。誘惑には乗らないように気をつけてお過ごしください。で、ラッキーアイテムは、青系の石。青系の石。うん。あれですか、なんか天然石とかそういう感じ。うん。まあ天然石であれば一番いいんでしょうけども、うん。青い石が、なんかお守りになるのかな。で、ラッキーナンバーは、2時22分。あった。よかったね。うん。2時22分に何かをしたらええ。よかった。うん。全部そのセリフで行くんですね。このまま。もう2回やっちゃってますから。そして、うさぎさん。はい、うさぎ、うさぎ、俺うさぎ。うさぎさんを選んだあなた、笑ってるじゃないですか、もう。うっかり失言とギャンブルには気をつけて。あー、なるほど。はい、で、迷いがなくなるまでよく考えて、それから行動に移すと吉です。あー、なるほど。ギャンブルしてダメなのか。ダメです。気をつけて。だから、まあ散財のあれが出てるということですね。まあできません。あ、それだけじゃないか。まあ、いろいろできますけども、ちょっとお気をつけになられた方がよろしいかと思います。で、ラッキーアイテムは、イルカモチーフのもの。イルカ、あれなんかあったかな。イルカに乗った少年、フルイッツ、知らないでしょ。知らないです。イルカ、イルカなんかあったような気がするな。なんかちょっと探してみようかな、イルカ。イルカ、本物じゃない方がいいと思うけどね。本物やばくない？本物。ああ。会いに行くか、本物な。そして、ラッキーナンバーは、3。3。3時33分。よし、やった。やった。よし。はい。はい。で、そして、姉様が選んだパンダさん。パンダ！はい。
パンダさんを選んだあなたは、自分の中のモラルに反することが起こりそうな予感。マジですか。はい。で、嫌だと思ったら声に出して伝えてみましょう。見極めが大事です。嫌、はい、だ早速嫌だが出ました。で、ラッキーアイテム、はい、これはね、身近ですよ。観葉植物。え、姉が観葉植物ですか。大丈夫ですか。わかりません。今ほら、ほっといても大丈夫なやつがあるから。観葉植物ですか。あ、写真でもいい。あ、写真でもいいんですか。やった、こう勝ったな。観葉植物で優勝しような、みんな。そしてラッキーナンバーは5時55分。はい、今週は以上の結果となります。皆様お気をつけてお過ごしください。はい、じゃあ、なんだ、俺3時33分にイルカに乗ればいいのか。そうだね。うん、3時33分、やっぱりあれだよね、こう綺麗に行くことを考えると午後じゃなくて午前の方がなんかスマートですね。15時じゃなくて3時だから。結構、ね、夜中っつうか牛見つ時っつうか、うん、でね、あの、まあ、イルカに乗ってかなりシュールな絵が撮れると思うんですけど。なるほどね、はい。うん、じゃあその時間いるかか、うん、その時間いるかって、だから本物でなくて言ってんのに。私は5時55分に観葉植物に話しかけようと思います。あ、それいいと思います。はい、お話ししようと思います。なんか俺さ、すごい勝手なイメージで申し上げても悪いんだけどさ、はい、絶対姉ちゃんの部屋にないよね、それね。あると思います、逆に。ないよ。あの、いや俺もそんなに知らないけど、そんなに、あの、知らないけど、うん、多分ないよね。いや、ありますよ。絵でもいいんですよ。あ、そうそう、もう写真でもいいんですよ。じゃあ、B3 ぐらいのにも、うん、印刷して貼っときますわ。貼っときます。貼っときます、うん。いや、なんか初めは、はい、なんか結構カッチリしてるかなって、一番ね、初対面はね、はい、あ、はいはい、思ってたけど、はい、だんだんこう、もうかれこれ1年ぐらいいろいろね。あ、もうそんなになるっけ。なんかいろんなレコーディングしたり、なんだりかんだり、ラジオもやって、なんだりかんでしてるうちに、はい、うん、結構姉ちゃんは雑なんじゃない。いや、あの、違うんですよ、こだわるとこはすげえこだわるんですよ。あの、こだわるとこはすごくこだわるんですけど、うん、ただちょっとね、ちょっとご自宅とかのちょっとお部屋の中とかっていう話の話題になってくると、ちょっと苦手ジャンルかなっていう感じには。得て増えてというものがございますからね。はい、はい、なるほどね、うん、はい、ということで、観葉植物は写真か何かで、はい、はい、それがいいかと思います、はい、殺しちゃいますから。植物も生きてるから、生きてますからね、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、はい、というわけでね、うん、なんだかんだで、お、もう半分ぐらい来とるよ、これ、早い、面白いですね、面白いですね、うん、はい、はい、さあ、というわけで、では、どうしましょうかね。そしたら、なんか今その部屋の話もしてましたけど、なんかちょっと真面目な話になると、なんか最近姉ちゃんいろいろなんか毎週出してるんでしょ。そうなんですよ、そうなんですよ。前回のちょっとラジオでもお話しさせていただいたんですけど、今のちょっと期間を、利用して、うん、毎週金曜日の、夜8時に、うん、ツイッターもしくは YouTube に動画を投稿しています。うん、えらい。えらい。そう、動画を投稿してます。なので、今週の、動画も、1時間前ぐらいにもう上がってるとは思うんですけど、ご覧になっていただけたでしょうか、はい、ご覧になっていただけたでしょうか。というわけで、流させていただこうと思うんですけど、うん、今ならまだ大丈夫じゃないかな。今流しておかないと流せなくなるから。わかりました。今流してもいいと思うな。ぜひリアルタイムでどうぞ。はい、リアルタイムでどうぞ。で、今回はボカロのメドレーになってます。ボーカロイドのメドレーになってます。で、昔の曲のメドレーをアイジさんに作ってもらって撮りました。おお、はい、なのでちょっともう曲振りしちゃいたいと思います。はい、はい、何曲君は知ってるかな。子さん、ボカロメドレー。これは僕の進化の過程の一ページ目です。
俺の父を救って生きたむの言葉はもう覚えたから言ってなわけでね、はい、はい、終わりました。昔ってどんくらい昔なん？多分10年とかじゃないですかね。10年とか多分それぐらい、本当にそういう話だと思います。あ、なるほど。あれだよね、はい、僕とか姉さんはさ、10年前って結構最近だよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、今私10年前30代とか思ったんだけど、ちょっと待って、10年前 40? いやいやいや、まだギリ30代。あ、ギリ30 か、 だから10年前40代だったらあなたもうあれだよ、もう、まあ、イソジに、そうだって、まだイソジの女まだ取ってないでしょ。まだなの、まだなの、うん、まだまだ取ってないから、まだ大丈夫だよ。今年の暮れぐらいにはね、イソジの女取って誕生日にリリースとかしないと。そうね。そこ変えるだけなんだけどね。そう。いえ、全然話がわからない方はコデビル隊変態してんのよそじの女という曲を聴いてみてください。売ってます。はい、てなわけで、はいはい、はいはいはい、流していきました。はい、ありがとうございました、はい、ね、これは、はい、あれか、もしかするとまた、あ、これは大丈夫な可能性が高いのかな、 YouTube は。あ、大丈夫だと思います、ボカロなので、うん、なるほど、うん、はい、まあ、万が一の時は、うん、あの、はい、まあ、ウェブ版の人はあーって思ってくれれば、まあ、多分大丈夫でしょう。はい、あの、もし、あの、聞きたい方は私のツイッターに来ていただければと思います。はい、はい、ね、はい、はい、というわけでございましたね。はい、はい、じゃあね、あとまたやるんだよね。やります、もう毎週なので、うん、もう準備してますけど、うん、もう準備段階に入ってるので、うん、また次もちょっと来週も楽しみにしていただければなと思いますね。はい、はい、やるんだよねって俺もやってんだよ。そうなんですよ。ミックスの担当アイゼンさんなんで。はい、そうなんです、毎週毎週投げてるので。じゃあ、しかたがさ、なんかさ、メドレー、なんか何、最近なんかあれじゃ、メドレーブームなん？メドレーブームですね。なんかこれとこれを2分20秒につなげてください。丸投げ。これちょっと待って、どうつなぐのっていう。いや、もう、まあ、本当にひどいんですよ最近。なんかその前回とかはちゃんと自分で組んでたんですけど、うん、ここからここで何分何分、うん、ここからここ何分何分とかって、うん、いや、それやんなくてもアイデンさんもしかしてご自身でやっていただけるのではないかってことに気づいて、はい、これちょっとこれとこれ2分20秒でっていう雑な投げ方に変わりました、はい、そしたらちゃんと帰ってきたわけです。帰ってきました、帰ってきました。いやいや、やっちゃってくれてるから。やりますよ。そう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 、やるからには。だってほら、メドレーって言ってるからさ、ただ単になんかほら、あのね、あの、バッと切り替わったり、あの、フェードアウトとかフェードインとかじゃなくて、ちゃんと曲に一曲になるように、違う曲だけど、うまくつなげるっていう技をさ、
うん、やっぱさプロだからやらなきゃいけないじゃん、うん、ね、うん、そう、うん、なんであのねそう原曲聞いてあの知ってる人はねちょっとねその辺のこだわりをねぜひ聞いてくださいよあのどれだけ私めがあの姉ちゃんにあの毎週こき使われるかの曲のつなぎを聞いてください、まあ、歌はもちろんだけどつなぎ聞いてくださいあの俺の努力がそこに現れてますから、うん、つなぎでいろいろ分かってもらえたら愛禅くんが報われるという、はい、いやでも本当につなぎいいんすよそれに関しては本当につなぎいいんすよ、私も楽しく頭ボンって入れる感じなんで、うんうんうん、はいはいね、ぜひつなぎを、はい、ぜひつなぎを、あれ歌は歌も聞いて、ちょっと歌も聞いてね、歌ってるんだけどはい、ということで、はい、またお楽しみに、はい、ね、はい、はい、というわけなんですけど、でなんか姉さんも姉さんでいろいろあるとこないとか、はい、ないとこあるとかあるんですよ。お、何があるの？ライブやるんです、このご時世に。おー、いいね。はい、うん、配信ですが、あ、配信ですね、はい、はい、ね、スペースゼロ企画、うん、でツイキャスアカウントにてとスペースゼロのツイキャスアカウントにて配信ライブなんですが、5月10日日曜日、ね、これちゃんとチケット配信ライブなのでチケットが2500円、ね、何時からスタート17時、で僕らの秘密基地ボル2配信バージョンって書いてます、書いてます、書いてますね、うん、で、ね、チケット代が2500円、あ、ね、プレイガイドのツイキャス公式アカウントでお求めくださいとのことです。で出演が、工藤ちゃんかっこ自宅生音弾き語りの動画、三角関係じゃなくて三角形の時間これは1月18日の渋谷のライブの動画で、コデビル対変態視点、これはですねついこの間だね、2020年、今年の2月24日のスペースゼロでのライブ動画、これまだあの非公開っていうか未公開ですから、はい、でそれから石戸夏美さん、スタジオでの撮り下ろしライブ映像、フローフローさんでいいのかな、フローフローですね、フローフローさん、はい、スペースゼロより生ライブ配信で、チケットご購入の際必ず備考欄にお目当てのアーティスト名をご記入ください。当日時間内リアル配信のみとなります。アーカイブはございませんのでご注意ください。おー、はい、はいはい、じゃあ何それ どうしたらいいの、それ見る人は、んそれをそこで買って買ってツイキャスの、うん、あのスペースゼロのツイキャスアカウントにどうすんでしょう、お問い合わせください。なんかうまいこと買わないと見れないなと思って、ね、そうです、うん、有料の多分パスワードかなんかあるんだと思います。あ、なるほどね、はい、あ、そう買うとそのなんか、はい、あれがね、はい、手に入る的な、ね、はい、そうです、うん、はい、あれがなってこうなるんですね、あれがなってこうなるんです、はい、はいはい、というわけで5月10日、はい、日曜日、はい、お楽しみに、はいはい、というわけで、あ、やべえ、もう本当時間がねえよ、これ喋りすぎましたね。あ、まあまあこういうもんだよね、はいはい、というわけでじゃあ一旦 CM でーす。シュメメさん、店長、店長。はーい。これ9.5からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おー、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方はスープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。はい、というわけでね、今週もお送りしてまいりましたリードタイムでございます。はい、今週はですね、はい、またこのね、はい、姉様とジェニコ姉さんと、はい、私とで、アイゼンちゃんと、はい、アイゼンちゃんと、はい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 、取り留めのない、はい、話、取り留めあったよね、ありました、ありました、中身ありました、中身ありましたよ、今回は、まあそうね、うん何笑っとん
いやでもいいよ、占いもあるし曲も聴けたし、うんうんね、宣伝もしたし、うんうん、おーすごい。いやなんかこんだけちゃんと身が詰まってるにもかかわらず、なんかなんとなくちゃんとしてないような気がするのはなんでだろう。アイゼンちゃんだからじゃないですかね、締めが悪いもしかして。はい、じゃあ提供行こうかな。はい、で、いいっすか。はい、この番組は4号線沿い元エネオス対話町サービスステーションがあったところの近く、ミシュランガイドにも載っているメンハウス木漏れ日、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、やあ地下鉄高等台公園駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中、開校のお知らせは、開校、休校、休校明け、明けのお知らせはもうしばらくお待ちください。仙楽って、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りしました。はい、というわけでございます。はい、ね、いやこれね、いやもう大丈夫かなこれな。さあ来週はどうなるでしょうか。はい、また聞いていただけたらなと思います。はい、それでは皆様良い週末を。お過ごしください。また来週、バイバイ。